ドクターハウスは2004年から2012年までアメリカ合衆国のフォックス系列で放送された1話完結型のテレビドラマ制作はデイビッド・ショア、ブライアン・シンガーほか診断医としての評価は高いが一匹狼でひねくれ者の主人公ハウスとその診断チームが他の医師が解明できなかった病の原因をそれぞれ専門分野の能力や個性を活かして突き止めていく 姿を描く医療ドラマ。もともとは医療探偵というコンセプトが元になっており、それは作中の随所でシャーロック・ホームズへのオマージュとして見られる。日本では US 版ブラック・ジャックというキャッチコピーがついている。そのためか、レンタル用の CM にて一度だけブラック・ジャックとハウスが共演している。アメリカ・ニュージャージー州プリンストンにある架空の病院である。 プレーンズボロ教育病院が舞台である。主人公で同病院の解析医療部門のチーフであるグレゴリー・ハウス医師は業界でもよく知られる天才医師だが人間性は最悪で病院が特定できるのであれば何をしても良いと考えるよく言えば型破り悪く言えば傍若不人な人物である。ほとんどのエピソードはどこかで患者が病気を発症するシーンから始まる。患者は プレーンズボロ教育病院へやってくるが、序盤において検診嫌いのハウスは自ら患者を見ようとせず、別のことにうつつを抜かしている。やがて常識の治療では治らず、興味深い症状を見せる段になり、ハウスは患者に興味のないふりをしつつ、病院の特定を行い始める。ハウスは、物価達を交えてまず症状から推測される原因を、 数多くホワイトボードに列挙することから始める。ハウスは意図的に誘導しながら部下と問答して意見を主者選択していき、最後に最も妥当な見解を示して部下に治療法を指示する。治療の結果、患者は一時症状を改善するが別の症状が現れるなどして、前よりさらに悪化し、ハウスらを悩ます。ハウスらは再度。 前と同様に新しい症状を踏まえての病院の推測やそれを発見するための手段について討論と実行を繰り返す。この時、ハウスは部下に患者の家への不法侵入を命じたり、人は嘘をつくという持論などから患者の人権をないがしろにするような言動で患者やその周囲の人物を怒らせる。終盤、仮に強制的にやらされた診察や親友、 ウィルソンとの会話、あるいは部下の何気ない一言などをきっかけとして、真の病院に気づく。そして部下に正しい治療法を指示し、治療が成功したことを知って満足して終わる。一部の前後編のエピソードを除くと、一話完結型のドラマであり、その回の案件は、その回のうちに終わる。しかし、第一シーズンの後半以降は、複数話にまたがるシナリオが、 その回のテーマとなる病気とは別に、同時並行で進行することが多く、ストーリーに厚みを持たせている。また、病院の特定はできたが、不治の病や特定が遅れたり、誤った病気の治療によって患者が死亡するエピソードもある。ストーリーの序盤から中盤にかけて、ハウスらは正しい病院を特定できない。それは、複数の病気の合併症だったり、極めて症例が少ない事例など、 病気自体に原因があるが、同時に患者たちが嘘をつくことで、病院特定の妨害になることも多い。ハウスは、人は嘘をつく、その患者は嘘をついているが口癖で、はためには美顔に見える患者の出来事でも、症状の一つとして考え、その過程のもとに診断を行う。これを邪水として反論する上司や、部下達に対してまともに取り合わず、二点三点した結果として、 ハウスの推測が当たってるか、ハウスも予見しない、第三の真実が明らかになる。特にハウスが患者から真実を引き出させようとする際には、患者やその家族をわざと怒らせたり、部下に患者宅への不法侵入をさせるといった手段を取る。ワトソン博士とシャーロック・ホームズ・グレゴリー・ハウスは著名な、架空の探偵シャーロック・ホームズが元になっているという、事実はシリーズの ただに現れている。ハウスとウィルソンの組み合わせは、シャーロック・ホームズシリーズに登場する、ホルムズとワトソンへのオマージュである。どちらの主人公も、楽器を演奏し、薬物を乱用する。さらに、ハウスとウィルソンの関係は、ホームズとワトソンの関係に対応する。ハウスの居住地は221バイトベーカーストリートであり、これは、ホームズの住所と同じである。 ウィルソンの住所もまた221バイトである。アメリカでは2012年5月21日に放送された第8シーズン最終話をもって放送終了となった。全177話。また最終回直前にはハウス、スワンソングと題した特番も放送された。日本では2005年よりハウスのタイトルで専門チャンネルのホックスライフ HD で 1> 第1シーズンが放送され、その後2006年の8月から通常の FOX チャンネルでも放送した。2007年6月の第2シーズン放送より現在のドクターハウスに放題を開題した。FOX チャンネルでは2008年2月から日本語吹き替え版も放送を開始。字幕版の放送終了後に吹き替え版の放送を開始する形で放送された。また、 日本の BS デジタル放送では2012年3月からブロードキャストサテライトディズニーで放送されている。地上波では2009年5月から日本テレビ系が日本語吹き替え版を第2シーズンまで放送した。DVD は2009年4月24日から2014年5月9日にかけて順次リリースが行われた。完結であるためシーズンを通して ストーリー性や重要な話があるものを挙げる。ハウスは診断で名を馳せた医師ではあるが、その性格が災いし、雇い出がいなくなった。鍵に拾われた形で、プレーンズボロ教育病院に雇われ、診断家を立ち上げる。そして、三人の優秀な部下を採用したが、持ち前の性格から患者を扱わない日々が続いていた。寄付したウィルソンは、 嘘をつき原因不明の症状を持つ患者を見させることにした。シーズン後半。スポンサーが欲しいかでは病院の会長に製薬会社のオーナーでもあるエドワード・フォグラーを迎える。フォグラーは独裁的な人物で当然傲慢なハウスと衝突を始める。フォグラーは表向きは倫理観を持ち出してハウスを辞めさせるために圧力をかけていく。やがて ハウスをかばうウィルソンが解雇され、自己犠牲からキャメロンも辞職する事態に陥る。シーズン前半。ハウスの元恋人でもあり、シーズン1終盤でハウスと再会を果たしたステイシーは、カディの要請を受けて、病院の顧問弁護士に就く。ステイシーとよりを戻したいハウスは、ことあるごとに彼女に直いを出し始める。最初は拒否していたステイシーもやがて、 ハウスとの関係を修復しようと考えるが、オットマークの必死な姿に心を動かされたハウスは身を引き、ステーシーは病院を去っていく。シーズン2の最後に過去の患者の夫に拳銃で撃たれたハウスは自身が命令した麻酔治療を行わせた。一時は足の痛みが消えるものの再発してしまう。そんな中でハウスはある男、トリッターの診察を行い、 いつもの調子で相手の自尊心を傷つける。トリッターは鍵の下に赴き、ハウスの謝罪を求めるがハウスは意に返さない。そんなトリッターは麻薬捜査官でハウスがバイコリン中毒であることを嗅ぎつけると薬物の不法使用で立件しようと捜査を始める。最初は全く相手にしていなかったハウスもチェイスラハウスの部下やウィルソンを利用するトリッターの手腕に追い詰められていく。 だが、有罪かと思われた矢先、仮の偽証で無罪を勝ち取りことなきを得る。シーズン後半、フォアマンはハウスを認めつつも自分がハウスのような人間になることを恐れ反発していた。だが、ある男児の治療の際に独断的な治療を行ってしまい、自分がハウスのような人間になりかけていることを自覚する。そして、フォアマンは辞職を決意し、ハウスは 表向きに返さないと言いながら、裏で手を回して、フォアマンを思いとどめようとする。シーズン3の最後に、フォアマン、キャメロン、チェイスの3人は、ハウスの下を去った。ハウスは、平成を装い、新たなチームの結成を堅くクに拒否するが、カディア・ウィルソンに説得され、しぶしぶ部下の募集を始める。そしてハウスは、時に無理難題を吹っかけながら、 集まった40人の中から3人を選ぼうとする。しかし、一方で、ハウスは、かつての部下3人の幻影を見てしまい戸惑う。右与曲折の後、ハウスは、カトナー、タウブ、ハドリーの3人を選び、そこに、プレーンズボロ教育病院に戻ってきたフォアマンを、加えた、新体制を発足させる。シーズン後半。先行から漏れたアンバーは、ウィルソンと恋仲になっていた。 ハウスはアンバーの狡猾な性格を踏まえ、ウィルソンを介して自分の部下になるための策謀と考える。そこで親友を救うため、二人の仲を咲こうと格索するが、やがてアンバーが本気でウィルソンを愛していることを知り、二人の仲を認める。シーズン4の最終話でアンバーが亡くなり、未だに立ち直れないウィルソンは、プレーンズボロ教育病院を辞める決意をする。 ウィルソンを引き止めようとするハウスだが、アンバーの死に責任を感じており、うまく説得することができない。ウィルソンもまたハウスの責任ではないと知りつつも絶好を宣言し、病院を去る。そんな折、ハウスは父親が亡くなったことを知らされる。葬式に行こうとしないハウスを母親の頼みで、ウィルソンが連れて行くことになり、その旅路で再び友情を育み、 ウィルソンは病院に復帰する。チームではカトナーの唐突な死の一方が舞い込む。何かの予兆を見逃してたかもしれないという自己責任との葛藤からハウスは不眠症になり、さらにはアンバーの幻覚を見る。はじめはアンバーの意見に従っていたハウスだが、アンバーの暴略を見抜けず、患者は元よりチェイスをも殺しかねない状況に陥った。彼女の幻覚は頻度を増し、 ハウスは、バイコディンの過剰摂取が原因と考えるが薬を手放すことができない。カディトの中もアンバーに操られた幻想でしかなく、ついにバイコディン中毒の治療を決意する。シーズン5の最後、幻覚症状は消えず、ついに入院し、治療を受けることを決意したハウス。やがて幻覚症状は消えたいを望むが、担当のノーラン医師は、ハウスの精神問題を指摘し、 より深刻な精神病棟へ入れる。ノーランに反発し、病院のスタッフを困らせるハウスだったが、その行動によって、患者の一人が自殺未遂を起こす。ついにハウスは、自身の病気に向き合うことを決意し、ノーランの治療を受け入れる。そして、人との付き合い方を学び退院したハウスだったが、病院への復帰はしないことを宣言し、診療科はフォアマンが率いることとなる。 しかし、タイ部が辞め、ハドリーを首にしたフォアマンに部下がいなくなり、急遽キャメロンとチェイスが診断家に貸し出される。ノーランの勧めで、ハウスも診療会へ戻り、あくまでアドバイザーとして振る舞うが、やがて本格的に復帰し、かつての体制が復活する。チェイスは大量殺戮を起こすかもしれない独裁者を自らの意思で死なせる。罪の意識に葛藤するチェイスは、 キャメロンとすれ違うようになり、やがてすべてを打ち明け別居する。別離か人間としての成長かの岐路に立たされたチェイスは、ハウスの元に残ることを選び、キャメロンと別れることを決意する。一方、ハウスは辞めたタウブとハドリーを診療家に引き戻す。だが、残ると思われたキャメロンが、愛していましたとの言葉を残しチームを去る。シーズン6のラストで、 患者を死に追いやったショックから再び薬に手を伸ばしかけたハウスの元をカディが訪れハウスへの思いを告白。婚約者と別れてハウスと共に歩むことを決めたカディは戸惑うハウスを優しく慰める。一方でハドリーはハンチントン病の治療で休職したが、知見者に名前はなくアパートも引き払われ電話も通じず行方不明になってしまう。チームは ハドリーの後任として、天才医学生のマスターズを受け入れる。ハウスは、道徳的で正直な彼女に、時にイラつき時に失席するも心を動かされ、インターンの募集を、マスターズのために設ける。ついに結ばれたハウスとカディだったが、ハウスはカディとの共通点が見つからず、いつも振られた時のことを考えてしまう。カディの共通点がなくとも私は幸せという言葉に、 ハウスも前向きな交際へ変化していく。だが、順調な交際が続いていたある日、カディに重病の疑いがかかる。心を平静に保てないハウスは、とうとう、バイコリンに手を伸ばしてしまい、カディを絶望させてしまう。カディから別れを切り出されたハウスは、アメリカ国籍目当ての女性と結婚。もはや二人が元に戻ることはないほどの規律が入ってしまっていた。 鍵の家に車で突っ込んだハウスは、懲役12ヶ月の刑に服していた。病院の院長に就任したフォアマンが刑務所を訪れ、ハウスに診断を依頼。GPS 監視装置付きで病院に戻ると、オフィスは、整形外科に代わり部下は、神経科を追い出された、パクだけというひどい状況だった。憤慨したハウスは自身でお金を集め、タウブとチェイスを呼び戻し、 ボランティアのアダムズを加え診断科を立て直す。シーズン終盤、ウィルソンの癌が発覚し、余命5ヶ月が告げられた。そんな中でハウスは、しょうもないいたずらで病院を破壊し、6ヶ月間の刑務所への服役を宣告されてしまう。親友の最後の期間を一緒に過ごしたいハウスは、病院から逃げ出すが、気がつくと廃屋で火事に巻き込まれており、隣には死体があった。 ハウス役のヒューローリーハウスの部下放送開始からハウスの部下であったがシーズン3後半のフォアマンの辞職の流れで最終的に全員ハウスの下を去ったその後シーズン4でフォアマンは復職し残りの2人も部下ではないがレギュラーではあるシーズン6ではまたこの3人がハウスの部下として活躍するハウスの新しい部下シーズン4に以降で採用された 新しい部下たち。形式上は、さらにフォアマンもメンバーである。シーズン4における、ハウスの部下の候補者たち。アンバーバラキスについては、短期レギュラーの項を参照。番組は、アメリカの視聴率ランキングトップ20の常連であり、第1シーズンで、エミー賞の脚本賞を受賞したことからも、伺えるように、番組の評価も高い。また、 主役のハウスの一癖あるキャラクターを軽快に演じる。主演のヒューローリーはゴールデングローブ賞をはじめ数々の賞を得ている。第58回プライムタイムエミー賞では第2シーズンにして作品賞の候補に上がったが、主演団優勝でローリーは候補にならず、そのことに対し多くの疑問の声が上がった。ローリーは2007年の第59回プライムタイムエミー賞では、 主演団優勝候補として無事ノミネートされている。本作品は、オーソドックスでない主人公、遠征的な診断医、医療版、シャーロック・ホームズにぴったりの奨励によって、この10年で最も異端な新しい医療ドラマにしたとして2006年、ピーボーデ賞を受賞。アメリカ映画協会の2005年 TV 番組オブザ・イヤーを受賞。制作のデイビッド・ショアは、 1> 第1シーズン第21は3つの偶話の脚本において2005年エミー賞脚本部門を受賞。ヒューローリーは2006年と2007年にテレビドラマ男優部門でゴールデングローブ賞を受賞。2005年にはドラマシリーズ主演男優部門でエミー賞にノミネートされた。また2007年にドラマシリーズ主演男優部門で全米映画俳優組合賞を受賞。 プリンストン大学のフリストキャンパスセンター。外観のモデルとされた。オープニングテーマは、マッシブアタックのティアドロップである。オリジナルのティアドロップには歌詞があり、黒糖ツインズのエリザベス・フレイザーがゲストボーカルとして歌っている。ただし、本作品のオープニングで使われているのは初めと、終わりの楽器演奏の部分だけである。ライセンスの問題のために本のほか、 南アフリカ、イギリス、ドイツ、スイス、スウェーデン、デンマーク、オーストラリア、ポルトガル、スペイン、イタリア、アイルランド、イスラエル、ニュージーランド、オランダ、ハンガリー、ラテンアメリカ、ギリシャ、香港、台湾、トルコではこの曲は使われていない。これらの国々では、ジョン・エイ・リッヒ、ジェイソン・デラとか、D ・ロバーツによってこのドラマ用に作られた。 ハウス・エンド・クレジッツという曲が使われていた。しかし、第2シーズンでエイリヒとロバーツによる似た曲に置き換えられた。この曲はテレビ放送のみで使われており、DVD ではオリジナルのテーマソングが使われている。イギリスのパロディ番組、デッド・リンジャーズがハウスをもじるときは、ティアドロップをオープニングに使う。撮影はカリフォルニア州ロサンゼルス市のセンチュリーシティにある。 ホックスの一角で行われている。病院外の大学キャンパスのシーンはカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて撮影されている。ありがとうございます。